はい、本日はですね、買ってよかったものを3月にね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先月今月とね、いろいろマウンテンパーカーとかがね、非常に多かったかなと思うんですけども、じゃあ今月は何がランクインしてるんかっていうところね、ご紹介させていただこうと思いますので、本日の流れとしてですね、まず第3位第2位といって、次番外編3つございますので、3つお話ししてラスト1位ということでね、この1位もめちゃくちゃ使っておりますので、そのお話をして終わりたいなと思いますので、まず第3位からいきたいなと思います。買ってよかったもの第3位というのはこちら、ホカオネオネの、スニーカーになっております。これ比較的最近レビューしたやつやと思うんですけどもね、まあ、見ていただいたら分かる通り髪色も変わってますよね。だからだいぶ経ってるんですよ。レビューしたのだいぶ前なんで、それから結構経ったんですけどもね、このホカオネオネ相変わらず安定でいいなっていう感じです。もう毎年毎年ホカオネオネのゴアテックスはね、いいとは言うてるんやけども、まあこれもね、変わらずいいですねいう感じですわ。ただ1点気になる理由、そんだけいいんやったらじゃあなんで1位ならへんのって言われたら、1点気になるとこあるんですよ。で、何が気になるのって言われたら、レビューの時も言ったんですけどね、ここのかかとのとこにあるなんかちょぼっとしたやつあるじゃないですか。これがね、若干履きづらいで、手使って履く人からしたらいいんですよ。この輪っかのとこに指カーンってかけたったら履きやすくて、靴べらとかもいらんやんっていう感じなんですけど、僕靴履くときにね、いちいちこう手でかかと持ったりせえへんくて、足そのままボーン突っ込むんで、そういう人からすると若干めんどくさいんですよね。だからパーってね、どれ履こうかなと思ったときに、こういう履くのがめんどくさい靴ってなんか知らん間に履かんくなるじゃないですか。そういう気がするんですよね。だから非常にスペックとしてはもう何の申し分もないし、歩き心地も最高やねんけども、このかかといらんのよと、俺これいらんのよっていう感じなんで、これ分かっていただける方は分かっていただけると思うし、いやいや普通かかととかって靴べらちゃんとやるやんっていう方からしたらね、横着すなよと思われるかもしれないんですけど、そういうところで僕はちょっと微妙やなってことで第3位ということになってきました。ではね、次第2位に行きたいなと思うんですが、第2位はあのジャケットになります。こちらアークテリクスのベータジャケットというジャケットになりますね。まあこれはね、以前から出てたゼータ SL っていう、このモデルの後継者モデルというか、そのアップグレードモデルなんですよ。値段もちょっと上がってるし、機能もちょっと上がったっていうことで、もともとこのゼータ自体が良かったから、機能がもう一個上がってんのやったら、それは A に決まってるやろということで、こちらが買って良かったもの第2位になっております。だからこれからね、アークテリクスを買うっていう方で、まあ、マウンテンパーカー欲しいっていう方はね、おそらくここに行くんじゃないかなと思います。まあ、もう5000円あげればね、ベータ LT って言って、ここの脇のとこにベンチレーションついたりはするんやけども、それはそれでね、必要ないっていう方もいらっしゃったりするし、一番最初に買うマウンテンパーカーとしてベンチレーションついてるってちょっと贅沢すぎるでしょ。いっちゃん最初はベンチレーションいらんのよと、何着か買った後に、あ、ベンチレーションってあんのと、え、それなんなんっていうことになるじゃないですか。もう野球も一緒ですよ。野球もね、最初は普通に打ってるんだけど、打ち慣れた後に流し打ちを覚えるんですね。最初からそんなもん流し打ちするようなもんじゃないからね。最初はもう振って当てる、振って当てるから始まって、そのうち打てるようになったら、じゃあ流し打ちしてみようかって、三遊間狙ってみいなんて言ったりするんですけども、それと同じでマウンテンパーカーも一番最初はもうベンチレーションとかいらんのよ。とにかくもうノーマルのドシンプルな定番のやつがあって、それでええよってなったらもうこれなんですよ。だからね、これはね、買ってよかったかなと思いますっていうことで、こちら第2位ということになってました。ではね、次番外編、第1位に行く前に番外編に行きたいなと思うんですが、番外編がまず一つ目がこちら。こちらのチェキです。で、なんでチェキなんと、今めっちゃええカメラ使ってんのちゃうの。その通りでございますが、このチェキはですね、実は日本一周僕今年するんですよ。もう来月からするんですけど、その日本一周するときにお会いさせてもらった視聴者さんとチェキ取ってプレゼントしたいなっていうアイドルみたいな発想をしております。お前は女子アイドルかと、地下アイドルなんちゃうかって思われるかもしれないんですけどもね、まあせめてね、形あるもんもらったら嬉しいじゃないですか。だからね、そのためだけにね、購入しました。なのでね、使い方ははっきり言って分かってないです。今初めてこれ開けてますけども、これをね、カチッと入れたら始まるはずなんです。記念に1枚撮ってみましょうか。どう映ってるか分かりませんけども、はい、チーズ。うお、出てきました、出てきました。出てきたぞ、出てきたぞ。どうなってるんや。今は何も映ってないんですけども、どんどん映ってくるんかな、これは。このまま撮ったらいいかな。すごいすごい、映ってきましたね、こんな感じで。で、ここにこうやって汚い字でね、いつもありがとうって書いてあるんだけど、これとこの日本一周ステッカーとね、お渡しさせてもらって、ここにじゃあ愛知県とかね、富山県とか北海道とか書いてね、お渡ししていこうと思いますので、来月からのね、日本一周の際にはぜひぜひよろしくお願いしますっていう、これだけのためにチェキ買いました。これちなみに2万か3万ぐらいしましたけども、まあ、これはね、買ってよかったんじゃないかなと思います。まだ使ってないけどっていうのがまず1つ目と、で2つ目っていうのが靴のね、お手入れグッズです。一気に実用的な話になりますけども、これ結構いいっすね。
ね。っていうのも今まで僕結婚式の引き出物とかで何しようかなってカタログあるじゃないですか。あれでねもらった靴磨きしかなかったんですけど、ちゃんとしたね靴磨きみたいなやつが2000円か3000円でセットで売られてるんですよ。だからもうそれを全部使ったらもう綺麗になるし、手順も書いてあるんですよ。でそれ通りにやればいいっていうことで、それをねめちゃくちゃ重宝して使ってます。でそれ使うタイミングいつやねんって言われたらね、この次の1位に繋がってくるんで、まあそれちょっと一回置いといて、まあこういうねケアセットとか持ってはったり、持ってない方はね1個持ってたらもうずっと使えるんで、まあ2、3000円で買えるんやったらね、まあまあありかなっていうことで、これはね買ってよかったかなと思います。でそれ以外にやったらちょっと微妙やねんけども、どうかなってことでいいかもしれんってことで、一応今 iPhone 13 mini にね変えたんですけど、これに関してはね使ってみた最初ね、あいいかなと思ったんやけども、僕今まで SE 使っとったからね、指紋で全部こうロック解除できるんですよ。でも今フェイスでね解除になるから、マスクつけとったらできへんからね、これめんどくさいなと思ってね、新しく出たね第3世代の SE に変えようかなってちょっと思っております。これもう買ってまだ話やねんけども、ちょっと乗り換えようかななんて思ってますので、まあこの辺のね、まあちょっと iPhone は微妙やねんけども、このチェキとお掃除セットというか手入れセットはね良かったかなということで、番外編という風になってました。ではね次第1位に行きたいなと思うんですが、3月買ってよかったも第1位は圧倒的にこれです。ズドン、こちらエコのスニーカーということになってます。エコというねブランドのスニーカーなんですけども、これ結構履いてますよ。昨日もね大雨降ったんですけど、その時もずっと履いてたんやけども、全く濡れへんし、でなおかつレザーじゃないですか、だからええ感じでシワとか傷とかも入ってくるんですよね。でちょっと乾燥してきたなと思ったりしたら、パパパーっとあの番外編で言ったクリームとか塗ってあげればいいだけなんで、ちょっと後ろ汚いですけどね、もうちょっと履いていってるんで、これはね良かったかなと思います。ローテクのスニーカーの防水のゴアテックスってあんまりないんで、今もまだね、まあ、特にローテクはねこう合わせやすいんで、それの防水ってなってくると、まあこれは重宝するよねということで、も圧倒的に1位でした。だから今年に関してはちょっと他オネオネよりもこっちの方がね僕としてはランキングちょっと高いんですよ。まあこれは個人的な趣味ですけど、他オネオネずっといいと思ってたんやけども、ちょっと今年に関してはこのエコーちゃんいいよねということでね、こちらが今月買ってよかったもの第1位ということになっておりました。で来月からですね、それこそさっき言ったみたいに日本一周が始まりますので、もちろんあのレビュー動画とかも続けて出しますし、今までと変わらず YouTube はやるんですけども、まあ、それとは別に、まあ、僕と会いたいって思ってくださってる視聴者さんはね、下の応募フォームからご連絡いただいてもいいですし、インスタグラム見ていただければ、今から九州行きますけど福岡で空いてる人いてますかとか、明日大分で飲める人いてますかとかね、もうそんな感じで聞いていくと思いますし、まあそんな感じでいつものタクゾっぽい感じの適当な感じでねやっていきたいなと思いますので、こちらねぜひぜひあの楽しみにしておいてください。ちなみにステッカーはこれですけど、このチェキはその時取りますよ。これを別に渡すわけじゃないから、その人とその人と一緒に取らせてくださいね。でそれでね、まあ一つ思い出になったらいいかなということで、本日はですね3月に買ってよかったものということでご紹介させていただいたという動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。